うまくいかなかったな。うん、楽しいよ。そう、よろしく。わかった、また来てほしい。みんなまたね、ありがとう。先輩？あ、ソヨ、終わった？はい、なんとか。ただ、どうしてもレイカさんと同じようにはいかなくて。そっか。あの、夕霧先輩、どうしてここでお手伝いを？それは難しい。難しい？ごめん、言葉にできなくて。でも多分これが一番いいと思うんだ。サヤが欲しいものに。ちょっと違うか。サヤが欲しいものが分かるために。夕霧先輩、ごめんね、よく分からないね。いえ、自力では何もつかめなかったんです。夕霧先輩が私のために何か考えてくれていることは分かります。だから信じます。そっか。ありがとう。さや、お店に来てくれる人を、スクールアイドルを応援してくれる人だと思って頑張ってみて。お店に来てくれる人を。わかりました。はい、皆さんこんにちは。本日はマイワシやらガスエビやらお買い得よ。そして看板娘ならぬ看板スクールアイドルもいます。ちょレイカさん。ああ、ごめんごめん、スクールアイドルも看板娘で問題なかったわね。そこじゃないんですよ、私を広告塔にするのやめてください。大丈夫よ、あなただけじゃないわ。ほら見て。やあ。昨日から気になってたんですけど、夕霧先輩、何やってるんですか、あれ。立ってくれてるの。最初はね、いろいろとお手伝いを頼んでみたんだけど。君はどこから来たの？商品だから、戻して戻して。安いよ安いよ、すよ。何度も言ってるとよくわかんなくなってくるね。安いって、安いって意味？うわあ、私もわからなくなってきた。合わせて2145円だよ。そう、算数はできるんだ。できないことも多いけど、そこには目をつむってほしい。最近はね、僕にできることを精一杯やろうっていう風に思ったんだ。得意ってほどじゃないけど、きっとお釣りも計算できる。後ろのお客さん待ってるから、つづりちゃん。その、ね、お片付けだけは誰よりも率先してやってくれるから、そこはいつも嬉しいんだけど。あはは。だからさやかちゃんにはみんな期待してるわ。みんな？そうよ、ここに来てくれるみんなが。私が皆さんに？あれ、さやかちゃん。お客さんは応援してくれる人、それなら私は何を返す。私ならみんなに。皆さん、応
調子ね。皆さん、ご来店ありがとうございます。あれ？今、応援